Thank you. Ghosted, have a seat. Oh. Table. They bring for you. Okay. Thank you. ベーグルサンドがあるんです。で今、タッチパネルでベーグルを頼んで、それから今この札を持ってベーグル来るのを待ってます。なんかアメリカのマクドナルドはなんかイートインするときはお金払ってこの札もらっ持ってたらなんか店員さんが持ってきてくれるみたいです。そう、なんか買ったのはベーコンエッグ&ベーグルが6ドル、結構するね。なんかネットだったら3ドルぐらいって書いてあったけど6ドルですね。あ、でもこれあれか、あのジュースとか、ね、なんか今回とかファンタのものなんですけど、ファンタとかあとなんかポテトがついて、7ドルですね。まあ、アメリカのマクドナルドはこの前バーガーキングで食べたんですけど、もうタッチパネルで注文してもうなんかその場で払ってもう受け取るだけっていう形ですね。で今回イートインしたの初めてなんですけど、なんか本当になんかこうやって持ってきてくれるっていうのは本当楽ですね。なんかすごい楽しみ。どんなベーグルサンドが来るのでしょうか。ちなみに今あのタイムズスクエアの、マクドナルドに来ました。なんか他のとこ結構なんかあの違うとこ行くんですけど、ここはなんかすごくマクドナルドの最新鋭の店みたいでネットで調べたんですけど、マクドナルドでベーグルサンドをあの販売してるのがニューヨークだけらしくて、ぜひ食べたいなと思って来ました。でもなかなかこうね、朝だけなんで10時までぐらいかなので、なんか他のベーグル焼いてたのも間に合わないんで、今日はあえてマクドナルドを選んできました。
Thank you.今なんか店員さんにめちゃめちゃ笑われました。何撮ってんのって感じですよ。なんかアメリカ来てから全部炭酸飲んでなくて、なんかめっちゃ飲みたいなと思ってオレンジジュースにしようと思ったけど、ファンタがめっちゃ炭酸久しぶりです。めっちゃ美味しい。でハッシュポテトはこれ日本止まってこないですね。であとケチャップ2つくれました。では早速食べてみましょう。なんかめっちゃ柔らかい、めっちゃ柔らかいよ。なんかあれだね、ベーグルみたいな。めっちゃおっかない、うん、カリカリビーグル。チーズとベーコンとチーズですね。でもなんか卵はなんかちゃんと四角いなって。じゃあその食べる前に、そうだそうだ、このさんからのお世話持ってきてるんですよ。今回はちょっと乗せてみます。マクドナルドのベーグルサンドは 179g でした。 179.5g、 小ぶりですね。まあ、普通 の、 あのベーグル屋さんのベーグルサンドに比べると。では食べてみます。味が薄いですね。うん、やっぱケチャップを入れた方がいいのかもしれない。うん、でも美味しいですね。ケチャップ入れてみよう。こういうのにケチャップ入れるのアメリカっぽいですね。なんかめっちゃ出そうケチャップ。おいしい。ベーコンもカリカリで、なんかオムレツみたいに美味しい。ニューヨークに来た際はマクドナルドでベーグルサンドを食べてみてください。この動画が良かった、役に立った方はいいね、チャンネル登録お願いします。では次の動画お楽しみに。バイバーイ。